召喚になら見てくれても構わぬ。今のはなし。愛ちゃん可愛いぜ。今回は意外と早く実装された待望ガール、エスカルビーアステライズガチャ。可愛さ、かっこよさ、露出のエッチさ、性能、すべてを兼ね備えた主人公の鏡だ。第1ブラストで登場した時と同じステータス。覚醒単体9倍に防100ダウン、ゲージ25アップ、さらに最大 50% のジバフ、覚醒すると殴り1回で 2% アップ、強いぜ。ちなみに同時開催のにゃんこさんは、回復とバフ搭載ですが、なぜか単体使用。全バフと全回復が全体になったら強すぎて他の子が腐ってしまうのはわかりますが、にゃんこさん自体が、ママやろ。手持ちの石は800、チケットは単発12に10連4枚。まずは単発から消費すっと、自分、ここで当てちゃうっすよ。あ、はい。今までは編集でこの後ワンカット挟んでたんですが、アプデでスキップするとキャラ演出もなしに。手軽になっていいぞ。それじゃここでルビー引いて終わりということで、まあ無理でしたわ。まあまあまあ単発は様子見だから、本番は10連チケからなとこあるし。期間限定ヘタオは去年卒業したってとこ、バッチリガッチリ見せますよ。超高変身エンジェリックエスカレイヤー、ここに剣山です。引ききれなかった子がコロッとすり抜けてくるな。君は去年爆死してつぼみ戦で迎えて、もう貫突しちゃったんだよな。ママやろ。幸先がいいということで30連目。ブースト切れるの早くない？こんなすぐ化けてたら当たる気がしないよ。つぼみで回収する最終手段は来るべき SSR 愛ちゃんとサテラちゃんにとっておきたい。だから頼むよ40連目。走破上限種、火の豪華、ここに参上。難儀な任務みたいだね。けど確かに受けたまったよ。ルビーにしてはちょっとおっぱいが大きすぎるな。豪華も初期組ながら貫突すると単体火力としては上位性能らしいですが、9大神器ラブディエル水産、地上にはびこる罪悪のことごとく、この手つかり取ってみせよ。ルビーにしてはちょっと褐色だな。これでラグディエルは星4到達、かなり戦力になるんじゃない？それはよろしいのですが、50連は SSR3 と交換色ながらルビーこず、やはり石を差し出さねばダメか。800石80連、なんとかなれー。60連目はダメ。次だ次。7という数字には幸運が備わっている。70連目でルビー来い。ガスケツ、ガスケツしてない。 SSR も来なくなったじゃんよ。もう折り返し地点なんだが。80連目、せめて戦力強化の種を。ダメだ、弱気を見せるとこれだ。どうあってもルビーは引くという気合が足りん。大台に乗る前の90連目で蹴りをつける。来いおらん。アリスちゃんがツンツンだよー。正月からコツコツ重ねた無料貯金が消えるぜ。ランスさんコラボの発表はいつなんでー。ルオー、100連目でどうだ。おぼぼぼぼぼぼぼ。なかなかー、手こずらせてくれるじゃねーの。残り3回、110連目、ルビー来い。私はグレンの先行、超高戦士エスカルビーアステライズ、悪の現場にただいま参上。なんとか引き切ったわ。
110連で SSR4、目当てゲット。そこそこの結果だな。まあよし。戦士枠ばかり拡充してますが、好みの子がそっちに偏ってるから、仕方ないね。まずはレベル90。そんな、いっぱい。セクシー、ヘロイン。じゃあ好感度をぶち上げて。いただけるんですか？やったー！絵まで限界突破して。残念ながら手持ち終了。即日貫突はできんかったわ。ではぴったり500の覚醒ポで9倍進化。ベルトとロケットを持たせ、自己実践。これが、私の全力私の全部を込めてスターバーストエスカレーション。私たちは負けない。ということでね、新ルビーをゲットしてバンバン剤。そして第2回の人気投票はおおむね納得の順位ですね。ハルカ、エスカの2トップに主人公とバランスがいい。エクシールがトップ5から落選したり、マスオさんが剣心ちゃんに負けたり、そのあたりは予想外。あとアイちゃんがおらんのじゃが？どゆこっちゃおう。ちょいちょい本編でも頑張ってたやろ。NPC 部門の方は、最後のあれもあってか、言うのが流行る1位に。初音さやかさんも好きキャラだし、ランスやタイガー城は、男なのにようやっとる。あとヨウさん型窓か、やっぱ人気あったんすね。あのスキン実装されないかしら？そんなとこだな。2022年はかっこいい新武装 SSR 愛ちゃん実装で飛躍の年。それでは皆さん、お達者でー。